ラメルテオンは、メラトニン受容体に作用する、メラトニン受容体アゴニストの一種である化合物。体内には、ホルモンのメラトニンが、この受容体に結合し、入眠のリズムを司っており、ラメルテオンは、その作用を模倣している。日米ともに商品名ロゼレムで、ヨーロッパでの承認はなく、日本では2010年より販売。武田薬品工業が開発し、最初にアメリカ合衆国で承認された。アメリカ合衆国及び日本で発売されている。適用は不眠症における入眠困難の改善である。精神疾患や他の不眠症治療薬の治療歴がある場合、安全性と有効性は確立されていない。視交叉上核に存在するメラトニン受容体に作用する初めての睡眠薬として発売された。体内リズムを調整する作用を持つ。うつ病の危険性を高めることがデータから見出されている。主に CYP1A2 で代謝され、フルボキサミンの併用は禁忌である。翌朝以降の眠気や、プロラクチン上昇による月経異常や乳汁分泌、性欲減退の副作用が起こることがある。視交叉上核に存在するメラトニン MT1、MT2 受容体に作用する。MT3 受容体に比べ、MT1、MT2 受容体への選択性を持つ。厳密には、MT1 アゴニスト作用と MT2 アゴニスト作用に分けられ、前者は、視交叉上核の神経活動の抑制、睡眠促進の効果があり、結果的に睡眠の質を改善したり、深くする。後者は、後方にずれた。睡眠位相を前方に移動させる位相変動作用を持つ。MT3 受容体に結合しないことにより、臨床上の利点が生じるのかどうかは明らかではないが、MT3 受容体は主に内臓に存在しており、睡眠や覚醒とは関係していないと考えられている。ラメルテオンの適用は、不眠症における入眠困難の改善である。また、医薬品添付文書の使用上の注意には、他の不眠症治療薬による治療歴がある患者、統合失調症やうつ病などの精神疾患を抱える患者に対する有効性と安全性は判明していないことの注意が書かれている。また、重要な基本的注意には、漫然投与せず、投与後2週間で有効性と安全性を評価し、投与中止を考慮する旨が書かれている。ヨーロッパでは効果不十分として承認されなかった。不眠症の平均38日間の約5800人を含むメタアナリシスは、睡眠までにかかる時間と睡眠の質、総睡眠時間、睡眠効率など改善していたが、主観的な睡眠時間には影響を与えていなかったことを見出し、全体的な改善の影響は小さいとした。副作用は軽眠のみ。日本国内では、睡眠前や手術前に投与する方法が複数報告されたことから、ラメルテオンには、専門予防の適用はないが、日本総合病院精神医学会が2015年改定予定の、専門の治療指針で効果に言及する予定である。入院中の患者が、専門の予防は、QOL の増加や、入院期間の短縮。死亡率の減少、夜間の専門の減少によるスタッフの負担減などが期待できる。精神医学会の診断基準 DSM-IV に従って専門の有無を調べた結果、ラメルテオン群で専門を発症したのは 3% で、プラセボ群では 32% と、ラメルテオン群はプラセボ群に比べて専門出現の頻度が優位に低いことが報告された。急性疾患で入院した高齢者へのラメルテオンの民前投与で専門予防効果があることが示唆された。重篤な副作用が少ないラメルテオンは現場での専門対策を治療から予防にシフトさせられる可能性がある。高齢の入院患者以上に専門出現率が高いと報告されているのが外科手術を受けた後の患者で佐世保中央病院では腹部大動脈瘤で人工血管置換術を施行した患者へのラメルテオンによる専門予防効果を評価する臨床研究を行った結果、術前に投与したラメルテオン群と非投与群の繊毛出現率の比較で、非投与群では 50% に繊毛が出現したが、ラメルテオン群では 28% に抑えられた。また、ICU 入室期間も、非投与群は 5.3 日、ラメルテオン群では 2.6 日と短縮した。主にCYP1A2 で代謝される。オメプラゾール、テオフィリン、デキストロメトルファン、ミダゾラム、ジゴキシン、ワーファリンとの相互作用が試験され、臨床的に有意な相互作用は存在しないことが確認された。従来の睡眠薬と異なり、依存、乱用、離脱症状及び反調整不眠が生じにくい。プロラクチン上昇により、月経異常や乳汁分泌、性欲減退の副作用が起こることがある。承認時までの臨床試験では、副作用が 10.4% に認められた。主な副作用は、軽眠が 3.4%、頭痛が 1.0%、倦怠感 0.5%、不動性めまい 0.5% など、重大な副作用としてアナフィラキシー様症状も認められた。軽眠に関しては、服薬後30分から1時間半で、血中濃度はピークに達し、半減期は1時間くらいと、極めて作用時間が短いにもかかわらず、翌朝から日中に眠気が残るという患者が多い。この理由は不明ながら、少量を服用することで防止できる。アメリカ食品医薬品局が公開した限られた臨床試験データを後から再度分析した一つの研究において、ラメルテオンを含む4種類の睡眠薬は、偽薬に比較して、うつ病の危険性を平均して2倍に高める可能性が示唆された。ただし、この結果は、偽薬群からは、被験者の離脱が多いなどの効果によって、結果が歪められている可能性がある。他の睡眠薬と異なり、アメリカでの規制物質法の指定薬物ではない。ラメルテオンの血中濃度が上昇するため、フルボキサミンとは同時服用してはならない。うつ病の危険性増加により、うつ病には禁忌であると解釈されている。ありがとうございます。